到着しました。はい、えいえい、おお。今から勉強会に行きます。ファイト。はい、勉強会終わりました。終わりました。次行きましょう。はい、どこに。カフェかな。カフェ。もう一回勉強。これね、バニラクリームフラペチーノ。2回目飲んだことあるよ。これ大好き。ホテルに行こうと思ったけど、反対側の電車に乗っちゃいました。やっと着きました。2回も、1回目は逆方向に行っちゃって、2回目は乗り越しちゃったから、また戻って3回乗りました。すいません。はーい。今、ホテルに向かっています。明日の朝ごはんとか、夜ごはんとか買ってきました。あと2分くらいらしいので、歩きましょう。串カツ。どこどこ。めっちゃ美味しそうな匂いがしてくる。ホテルに着きました。今から夜ご飯を食べます。いいと。今から夜ご飯を食べます。メニューはこちら。タコブツ、野菜スティック、グリルチキンのパスタサラダ、これあれですよね。で、ゆず塩ドレッシングで食べるサラダラーメンは、ちょっとさ、yeah. で、いなり寿司3個入りは、1個がありさで、2個が、ちょっとさ、いただきます。あ、エクボがある。いただきます。してますか。撮ります。 TikTok。 お寿司屋さん行って一番最初に食べるものは、つぶ貝。つぶ貝。でも最近はお寿司屋さんごと行かなくて、イカの方が食べる。あ、イカ美味しいよね。はい、今マッサージをしています。こうやってしてマッサージしてます。ジュレやった。ジュレパックヒアルロン酸。今からパックします。冷たい冷たい。装着完了。それじゃあ、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。起きてんかい。朝ごはんです。メニューはパイナップル、あと R1 とミックス野菜サラダとシャキシャキレタス。いただきます。それでは、できます。はい。じゃあ、今からいきます。緊張はしない。まだ緊張しない。あ、はい、今、駅に着きました。おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。じゃあ
ちょっと緊張してきたかな。でも大丈夫、これくらい。じゃあ行ってきます。今から原宿行ってきます。何食べようかな。チーズドッグ食べたいでしょ。あとサンキューマートとかハッピーワンとか、あと 3CE とチュー行こうかな。原宿着きました。人がやばいね。めっちゃ寒いし。お姉ちゃんにプレゼント。こんな感じで大丈夫です。はい、袋入れます。はい。さんからたくさんいただきました。いつもハッピーワンさんありがとうございます。ありがとうございます。レインボー、レインボー、レインボーチーズサンドを食べたい。じゃじゃん、レインボーサンド見て。うわ、いい匂い。あ、いい香り。食べます。いただきます。うん、おいしい。普通のチーズパンみたいな。うん、そう。終了です。はい。びっくりします。いくよ、いくよ、いくよ。見て。すごくない？すごいっしょ。すごい。お土産見ていいですか？青だったり、赤だったり、オレンジだったり、黄色だったり、緑だったり、白もある。夜景すごかったろ。展望台見てきました。と感想は綺麗でした。なんかダイヤモンドみたいだったね。あれね、街のダイヤモンドだね。いつでもみんなが見れるダイヤモンド。新宿。今から帰ります。はい。夜食買いました。はい。おはすごくない？綺麗。すごい。
はい、ただいま12時です。はい、福岡到着しました。やっぱ福岡ね。じゃあ博多といえばラーメンなんで、ラーメン行きますか。今からお寿司行きます。いや、ラーメン行きますか。お寿司、お寿司。お寿司。日本人と言ったらお寿司。そうなん。以上、アリサの東京の密着でした。